李鈴は、朝鮮国と大韓帝国の君主家だった李氏の子孫。最後の朝鮮国王にして、初代韓国皇帝である高宗の逸を、吉地香織の書室の柔軟。歌手であり、ウッター・プリンスなどのあだ名で知られる、全州大学校の教授。韓国における定位請求者の一人であり、立憲君主制の導入、あるいは大統領制を維持しつつ、象徴的存在として、 皇室を復活させることを主張する。朝鮮皇室復元運動を行う、皇室文化財団を2006年8月に創設し、その総裁を務める。民泊施設、商工祭を運営しており、これまでに、ロブゲン元大統領やムンジェイン大統領夫妻、僕玄順ソウル市長、ハリー・ハリス中間アメリカ大使などの訪問を受けている。2016年6月、 宇都領軍の軍主から独島広報大使に任命された。寺道宮日本統治時代の朝鮮において1941年8月30日に誕生した。父、李が62歳の時に19歳の母に産ませた息子である。出生地である寺道宮は1945年の独立後に跡形も亡くなった。朝鮮戦争が勃発すると家族と共に 暗黒道にあった離宮を離れ、避難民のような生活を送った。1960年代に宮殿から追い出され、深刻な生活苦に陥った。韓国政府による旧皇族への援助が打ち切られた後は、様々な仕事を試みた。ベトナム戦争に従軍した経験があり、リスズが負傷して帰国したのを見た母は、ショックで神経性遺ンになり、そのまま死去したという。 母の死後である26歳の時から9回にわたって自殺を試みたという。一時期はアメリカに移住し、不法滞在者として芝刈りやプールやビルの清掃などの仕事をした。1970年代になるとその存在を知られるようになった。韓国で歌手としての活動を開始したためであるが、リスズは2014年に生活のために歌った。 高村に生まれたことを悲観したと当時の心境を改装している。2004年4月、長女、リオーが SBS 歌謡賞で歌手デビューを果たすと、リスズは娘と共演して、これを祝った。2004年8月から、全州市関屋村にある小高祭に居住する。小高祭は、大韓帝国への国語解消が行われた高層の言語を、 テルタケを継承するという意味を込めて命名された、全州氏がリスズのために利用可能にした伝統的な韓国の木造住宅であり、リスズはそれを賃貸して講演会とともに民泊施設を運営している。朝鮮王朝の根源だった全州でやるべきことは少なくありません。皇室の文化を広く伝え、また全州の歴史性に再び証明を当てるつもりです。 2005年7月16日にいとこにあたる当主、利休が死し,しなくして皇居すると、全州李氏大同州役員は22日に、利源を利休の養子に決定した。これに対して、リスズは、葬儀も終えていないのに、養子を入れるとは、話にならないと激怒し、利源の家督相続に賛同した一族は道理に、反しているとして、自分こそが当主であると称するようになった。 2006年7月5日、長女、リオと共に、映画、韓半島等、ハンバンドマイナスの特別試写会に参加した。同年8月、朝鮮皇室復元運動を推進する皇室文化財団を創設し、その総裁に就任した。2009年10月9日、ソウル特別市光家門広場にて、清掃大王像の除幕式が行われた。 リスズが2014年9月4日にテレビ出演して語ったところによれば、清掃大王の肖像画が現存しないため、この銅像制作に際してリスズの顔と、漢岳山にある高ーネイ体訓像が参考にされたという。2016年6月、移領軍の軍主から独当広報大使に任命された。2018年8月7日、 中韓米国大使の商工罪訪問を初めて受けた。これに際して、全州市長、金正主は、高村は我々の歴史であり我々の精神だ。このように象徴的な空間に訪ねてくださった大使夫婦に深く感謝申し上げると発言している。4回の離婚を経験しており、現在の妻は18歳年下であるという、二人の娘がいる。 2018年10月6日、登園にあたる韓国系アメリカ人のアンドリュー・リーを後継者に指名した。六血法を天に向かって打ち、国を奪った、わやつを放逐しろよ。と叫んだ父の姿が、はっきりと記憶に残っています。全羅北道外国語志願法師会、国境を崩す人たちの中で我が国には、大統領がいても王室が、 象徴的に存在する体制が必要です。それでこそ国民の精神が集まります。精神的支柱があれば国民の精神が乱れません。王室がなくなってから100年も経っていません。まだご大宮があるので象徴的に生きている王村をそこに住まわせるようにすべきです。2016年8月17日、中央日報記者との一問一答にて、 リスズの親類、近親、祖先の詳細、現系不気略李氏朝鮮後期経図、AB 大統領制と旧王室の共存例は世界各国にある。例えば現代のルーマニアには大統領の他に王冠の守護者を自称するルーマニア王室が存在し、公的に称号を追認された上、陛下の継承を付して呼ばれるなど、共和国政府から一定の権威を認められている。また、 フランス領土、ボリス・フッツナには三つの王国が存続している。リスズの長兄、リケンの子孫が今日では最着流であるが、桃山一族は自身を完全な日本人であるとみなして、他のリ一族との交流を断っている。時刑、リの子孫も家督に関心を示していない。そこで、全州リ事大道州役員は、彼らは家督継承権を すでに放棄しているとみました。ありがとうございます。